ヨースコーアリゲーターはアリゲーター族に分類されるワニの一種。別名ヨースコーワニ。中華人民共和国固有種アリゲーター家では本種の実がユーラシア大陸に分布する。種小名シネンシスは中国産ののい。和名のヨースコーは長江下流域の別名。日本でも大分県アジム盆地にある先進予の地層から本種の化石が発見されている。 全長200センチメートル以下。興奮は短く、基部の幅の0.9から1.25倍。首輪盤は4枚。背面の体色は脳褐色や黒、暗褐色で炭鉱色の縞模様が入る。覆面の体色は泡褐色。口角が切れ上がっており、硬い獲物を噛み砕くことに特殊化している。後方の歯が球状。腰体は体色が黄色で、 黒い縞模様が入る。成長に伴い色彩は黒ずむ。流れの緩やかな火星や湖障、池などに生息する。陶器になると複雑な横穴の中で6から7、過月間、冬眠する。植生は動物食で主に貝類を食べるが、魚類、鳥類なども食べる。繁殖形態は卵生。枯草を集めた塚状の巣に10から40個の卵を産む。 卵は約70日で孵化する。人間には無害とされることが多く、人間を襲った確実な記録はない。食用や薬用とされることもある。皮が利用されることもあるが、皮下に皮骨が発達しているため加工が難しく価値は高くない。紀元前には太鼓の皮に利用されたこともあり、雅楽の太鼓も本種の皮が用いられていたことが由来とする説もある。 海類を求めて水田に侵入して、稲を倒したり、灌漑用のダムを破壊する害獣とみなされることもある。ペットとして飼育、販売されることもあるが、流通量は非常に少ない。開発や農薬による生息地の破壊、食用の狩猟、害獣としての駆除、日本重血吸虫駆除対策における食物である、海類の減少などにより生息数が激減した。 暗気小船上の施設などにおいて飼育化繁殖が行われ、部庫などに保護区が指定されている。1960年代から200頭の野生個体を元に飼育化繁殖が進められ、1991年までに4000頭以上の飼育化繁殖に成功している。1965年における生息数は50頭と推定されている。日本国内では2001年に、 札幌支援残動物園が初めて飼育下繁殖に成功した。見学中の子供が飼育槽のガラスを叩いたところ交尾を始めたことをヒントにガラスの内打ちによる交尾促進法が発案された。ありがとうございます。